はい、ご視聴ありがとうございます。キャムラです。今回もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきたいと思います。前回ですね、お料理台の、いや、農家の台所だったり、このお料理台、調理部屋か、調理部屋を作って、作って、それとあと、まあ、用を足す部屋ですね。めっちゃ待ってる。超待ってる。助けてって。部屋が少ないかな。ちょっとまた後で足しとくか。どこまでやったっけ？あ、そうそう。前回ね、クエストが、南の方というかね、コンパスの、この向きに出てるんで、ちょっとそのクエストをやっていきたいと思います。それじゃあ、リパッタ、そう、そういうことね。じゃあ、ワープして行きましょうか。確かリリパッドさんどうのこうのって、そうそう、このネズミちゃんたちが。湿地帯の西でリリパッド見た。何か悩みがあったと。お探しの機微とか関係ないけど、湿地帯の西に行ってみようと。ありがとうね、ネズミちゃん。それじゃあ早速、リリパッドちゃんを見つけに行きましょうかね。お、いるじゃん。早速、ハテナマーク出してるね。困ってたっていうぐらいから。ああ、なんかここ家壊れてるな。何か見つけた？あら、宝箱。あ、そういうのも。どれどれ？中身は？これ何これ？キャベツの種か。ナイス。あ、パッドちゃんいたいた。こんにちは。どうしたの？教団の信者にしたら生き生きした顔だった。いや、俺また別の信徒やからね。ビルダーなんだよ。そうそう。君の種。あら、物作りが得意なら一つ頼まれと。リリパッド族として、腐った土を緑の草原にしようと、地道に活動中。あ、はいはいはい。緑の元を、ハーゴン教団のマドハンドに生まれた。どうにもこうにもいかんと。湿地帯のマドハンドから草原の元を5個ほど取り戻してくれって。そんで、ここの腐った土を草原に変えてくれ。なるほどな。じゃあ早速、うわ、多くいるし、マドハンドちゃんから草原の音を返してもらおうかな。で、そのマドハンドちゃんどこにいるんだよ。あ、いるね。じゃあ、あの子たちからちょっといただこうかな。こんにちはーっと。わお。ついでにちょっと、骨ちゃんもやっちゃったけど、骨の骸骨剣士か。よいしょ。動きが。動きが。おー、ナイス。すげえな。よっしゃ、草原の元これだけあればいけるか。いた。よっしゃ、使って。あ、草原の元使ったらいいんだ。ちょうど10個あるから。この、こうか。あ、変わった変わった。あ、すごいすごい。こう使ってこうやって、これで最後か。そうだね。あ、すごい。草原の元負けた。これで願いは叶えたから。どうよ、草原に帰ったぜっと。やっぱ草原は色ちゃうもんね。明るい緑やもんな。草原の元を地面に巻けば緑の草原になると。水田に土も綺麗に。あー、はいはい。お、大ミミズが昔はうじゃうじゃいて、草原をジャカスカ作ってたか。へぇ、草原の音と何かで草原団子が作れると。ああ、はいはい。何が作れるんだ？何が欲しいんだったんだな。で、この島はリリパッドとオネズミ人間、大ミミズが仲良く暮らしてたんか。そこに、イチシエのビルダーってか、イチシエのビルダー？のほんとした顔じゃなく、凛々しい顔のビルダー。あ、そんなたくましい人だったんだ。昔あった体重が枯れて、今のありさまに。ああ、こんななっちゃったんや。島を冒険中にもし、大ミミズに会ったらよろしく、伝えてくれと。この島を緑でいっぱいにしてくれることを、リパッド族は夢見てる。ああ、伝えとくぜ、必ず。よっしゃ、お、どうした？新たなレシピが。もしかして、草原団子？ミミズンが土を草原にしてくれる。よっしゃ。じゃあこれでミッション達成だから、一
回拠点戻るか。ワープっと。よいしょ。さあ、これで一応今、クエストは全部できてるけど、次がこっちか。あ、ミミズどうしたん？あら、指導から聞いたけど。あー、そう、ひらめいた、ひらめいた。どうして早く言ってくれないの？真っ先に。あー、今、真っ先に知らせたつもりやってんけどな。農園作りばかりに目がいって、緑の草原作り、そんなことないよ。あー、パパやママ、おじいちゃんのうねりにかけて、緑を作りたい。草原団子は肥やしから作れるの？一つ作って、村の畑以外の草原にしたい場所を置いてほしいと。超小さい部屋の壺に手を突っ込んで手に入れてね。服で拭けば、服が汚れちゃうんだよな。受け取る。わお、いっぱいあるじゃん。よっしゃ。じゃあ早速作っていくか。台所で作るもんじゃないけどな。じゃあ早速、小屋を作って、で、そっか、最初にここら辺を緑にしてもらおうかな。どうよ、作ってくれる？あ、作ってる作ってる。あ、嘘、これだけ？ついに草原を一から作れた。これだよ、これって、この味って、これでも草原作れるからと。ふんふんふん。あら、どうしたん、ちゃこちゃん。草原団子完成したんだけど、素材は効かん方がいいかもしれんよ。あれ、あれですよ、あれ。あら、バギルさん。シドークも来た。緑を作ったから、この調子で腐った土を破壊していけば、島に緑が戻る日も遠くないと。空っぽ島に来てくれたおかげだなと。あ、ほんまやね。ルルの願いも叶えられるよな。この調子で島を緑でいっぱいにして花も咲かせたいと。そんな日が来るのを待ち遠しいなって。花か。そや、この辺花全く咲いてないもんな。あら、シドウくんどうしたん？敵か。敵が来る？なんか不穏な。どうしたんだね。みんな集まってきたな。よっしゃ。ハーゴン教団の魔物がまとめて攻めてくると。いよいよ本格的に壊す気満々ってことかい。教団の者どもを返り討ちにするがよ。マギルさんは、ええんかな、一応、それ、立場的に。あら、武器か。武器ね。ちょっと待って。武器をすれば。武器作って。今最新の武器よな、これが。金床らして、よいしょ。西の斧と、あ、トゲコンボ。指導に作れるね。んで、他の子たちは茨の剣。これ最新か。よいしょ。じゃあ5つ作っとくか。で、これ装備して、で、シドウ君に装備させて。他にもな。武器武器。あ、はいはい。ヒース君。イバラの剣ね。はいはい。他に武器作ってくれそうなのは？あ、こっちか。ドルト君もね。これで全員かな。よいしょ。これで全員やね。準備万端よ。それじゃあ帰り討ちにしてやろうか。やってやりましょうぜ。暴れ足りなくて体が治ってたから思いっきり、あ、ぶっ飛ばしてやってくれ。よっしゃ、やるぜ。あ、来た、ギズモと。あ、俺らお構いなしか。いた、あ、しびれた。ちょ、やばいやばい、あ、まずは人、わあ、来たか。マントリルか。しびれてんのか。危ない。
マジマジごっちゃごちゃなってる。よいしょ、それとも押せてるな、押せ押せやな。やばい、攻められてるか。ちょっと攻め取られていけていけ。よいしょ、これで全員か。いやあ、ウミウスか。まずいまずい。こいつら結構攻撃範囲広いな。まずい。体力まずいな。薬草取り出して。食べとかんと。よし。防御下手やから。よっしゃ、これで、ね、オッケーな。うわ、でかいでかいでかい。まずまず、危ない。俺を狙ってやがる、このでっかい体調か、こいつは。わあ、危ない危ない危ない。回転切りまで覚えてるとは。よいしょ。おお、96。よいしょ。よいしょ、まず1体蹴ったぞ。よいしょ、あと1体か。ギズモだけやな。よし、これで終わり。ふぅ、なんとかなったな。レベルが上がった。よっしゃ、レベル7。最大 HP も上がって、スタミナが上がった。あ、スタミナ上がるのいいね。うん、ハイタッチはなし。バトルコンプ、よっしゃ。はい、やったー、イエーイ。で、またそうやね、襲われちゃったけど、そう簡単に理解し合えるはずがない。うん、難しい話やな。どうしたの？このモンゾーラ教区は、総督たるヒババンゴ様か。あ、副総督に過ぎんから、マギールさんはな。今は島におらんが、ご説明すれば胎児のこともご理解いただけるはず？完成、胎児が完成する前にわしが話をすると、胎児を完成させようって。なるほどね。あ、ほんとだ、ビルダーにいつなるの？マギールはならんの？ビルダーになってくれと？破壊のゴールいたるわしがビルダーになってくれそうやな、なんか。すぐにとはいかんが。あー、なってくれるっぽいな。お題の大農園完成させるために、残り2種類か。よっしゃ、頑張るぜー。よっしゃー。ミミズンが、ガンガン作ってくれてる。よっしゃ、じゃあ次は、ポンペ君は、あ、そっか、またしても襲われちゃったけどな。お題を達成したら収穫祭をやる。あ、言ってたね、そういえば。完成までもうちょっとやから。羽探しを頼みたい。お、来たね、ついに。湿地帯の東に橋を渡った先の新しい種ってことか。お、マキューさん来た。湿地帯の東は、教団が破壊するまで一面のトマトが。あー、トマト？いいね。美味しいじゃん、トマト。キビと同じく特別な育て方と見たことがないから、マギールさんもわからない。知ってるものがおるかもしらんから、育て方と種を探ってきてくれと。オッケー。トマトの種30個か。よっしゃ。で、チャコちゃんは？追い払えてよかった。そうだな。この辺りで胎児を育てるための新しい種。あ、残り2種ついに来たね。で、農民の方から種の情報を聞いた。カボチャが、密林の奥に潜むものが、教団に見つからないようずっと守り続けてと。カボチャをひっそりと。釣りの奥からカボチャの種を30個。よっしゃ、早速目的地が追加されたね。というわけで今回はここまでとさせていただきます。次回からね、カボチャとトマトの種を見つけていきたいと思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。